おはようございます。釣り子 TV です。冬のバス釣り行ってますか？冬のバス釣りに効きそうなワームを見つけたんで、これ買ってきてみました。ってことで、本日の釣り子 TV は、こちら、ボトムアップのですね、ブレーバーマイクロ 3.0 インチっていうことで、これね、ちょっとね、冬の釣りにいいんじゃないかなと思ってね、1パック買ってきてみましたよ。価格はですね、キーポンで610円って書いてありますね。600円で何個入りなのかな、これ。いっぱい入ってんな、これ。10本ぐらい入ってるかな。いやー、あ、違う、12本入ってますね。ありがたい。ね、600円で12本入り。小さいサイズなんでね、こう、いっぱいね、入ってくれてるな。っていうことで、早速ね、どんなルアーかですね、見ていきたいと思います。ブレーバーはね、もう一番最初のボトムアップのルアーなので、ね、皆様、もう、買って知ったらってご存知でっていう感じだと思うんですけど、あー、はい、小さいけどいい仕事してますね。ここのなんだろう、リブね、みたいなのとこのね、あ、前と後ろのリブの大きさが違うなんていうのもね、あるんじゃないかな。で、このお尻の繊細なこのキックテールね、これがなんかちっちゃいながらにマイクロにいい仕事してくれそうですね。はい、こんな感じの、あ、で、頭がね、若干こんなにマイクロなのにちょっとね、頑張って太くね、保ってくれているんで、マイクロサイズのね、あの、ネイルシンカーとかね、こういったマイクロルアーに入れるね、やつも刺しやすそうなんで、ネコリグとかもリグりやすそうだなっていうところで、はい、こんな感じでね、で、600円で結構いっぱいちゃんと入ってくれてるんで、で、色はね、まあ冬の定番ね、黒色をとりあえず買ってみましたよね。ゲイリー山本レッグアームで言うとね、この手の形のやつはね、黒最強っていうね感じで、千葉の房総のダムとかで、ね、よく釣れている色なんで、まあ黒を選んでみました。で、まあ、使い方としてはダウンショットリグ、ノーシンカーワッキーリグ、これはテールカットしてますね。あとダウンショットワッキーリグ、これもテールカットしてますね。あとは、ネコリグっていうことで、で、ブレーバー、マイクロ 3.0 インチの、説明書きみたいにこちらっと書いてあるんですけども、フォール中もシャットテールの振動でアピール、サスペンドバスの側食いを即しますということと、テールを切ればストレートワームになる 2way 仕様ということで、クロールアクションを自発的に発生し生命感を演出ということで、まああとね、ここにはまあちょっとスペースの関係が書いていないんですけど、これをね使いたいなと思ったのがこの形なんで、あのライトキャロライナリグね、ライトキャロライナリグもしくはスプリットショットリグで、春のね、あの3月の中旬に訪れるですね、ダウンショットがどうしても食わなくなる瞬間っていうのがあるんですよね。こうスプリットショットリグだと当たりバンバン出るんだけどっていうね、プリスポーンの時期ですかね、ああいう時期にほんとね、繊細でまっすぐでずるびけてみたいなね、ワームを使うのがねほんと大好きなんですけど、あの時に関してはね、案外ね、もうレッグワームではなくて、なんだろう、ゲイリー山本とかで言うと、例えばカットテールとか、ね、そういったちょっとまっすぐめのワームがガゼン効くっていうね、そういう瞬間が、あるんですね。まあそういう時にスプリットショットもしくはライトキャロライナでズル引きするのにとても良さそうな形状だなぁと、あと魚がね、吸い込みやすそうだなぁとかね、考えまして、まあそういう時期にメインに使おうかなっていうのと、あとは今年ね、ちょっと冬場ダウンショットメインでね、今ずーっと釣ってますけども、ネコリグもちょっと覚えたいなって、冬場の真冬のネコリグですね。で、そういった時にマイクロスワンプとかですね、あとはカットテールとか、まあいろいろ使うの考えられるんですけども、そういった時に、こう小さくて、まあいい仕事してますねって感じで、あとこのお尻のキックテールがね、ネコリグとかでプリ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 、あとは、シャクトリムシみたいにこの柔らかいしなやかなボディがクネンクネンクネンってなりゃしないかなって思ってね、どちらかっていうと真冬はこうダウンショットとかっていうより、これはネコリグで放ってみたいな
あと春先の横方向の釣り、そこら辺もね、釣り方的にも縦横ね、ツーウェイでいけるんじゃないかなと思ってね、買ってみました。でちょうどね、あの横にレッグワームがいたはずなんで、大きさ長さ的にもね結構似てると思うんで、あった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 、はい、これね、こんな感じ。こうやって見るとやっぱね、レッグワームってちょっとね、まあこれと比べると全然シルエットとかボリューム感とか違うなってのがよくわかるんですけどもね、キックテールの大きさもね、こんな違うなってね、改めてね見るとね、まあ当たり前全然形は違うんですけども、だからまあ使う用途はそんなに被らないのかな。でもまあこれでダウンショットやって、これで普段やってる釣りやったらどういう当たり方が出るのか、そういうのもね、まあチャンスがあったら試してみたいんですけども、まあこんな感じでね、こっちは3インチでこっちはね 2.5 インチですか、まあこんな感じの違いがある。まあどちらかっていうとレッグワームの 2.9 とかと比べた方が良かったのかな。まあ、全然ねボリューム感が違うんで、本当ライトリグのこのね繊細な差っていう感じでね、使い分けていければなって思うんですけど、はいはいはい。まあ、今回ねこのブレーバー買ってきてみたよっていうことで、まあね実際ね釣り場で投げてみて、どういったサイズの重りがいいのかとか、どういう当たりの出方があるのかとかね、あとはちょっとね、まあ、釣れたら公開しようと思うんですけどね、こんな使い方もいいんじゃないですかなんていうね、使い方もいくつかね、妄想は膨らんでおりますので、そんなところもね合わせてね紹介していければと思います。何してもね、釣れ釣れのね、ワーム、プラグスピナベがあるね、ボトムアップからの新作ルアーっていうことで、ちょっとねまずは飛びついてみました。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、ボトムアップのですねブレーバーマイクロ 3.0 インチ、これを買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。